帰ってきたか。
行く手に歯向かい流れてくる階段、これがエスカレーター。シンプルでありながら見た目以上の消耗を強いられる試練。良い子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。そしてこれは、足元にお気をつけください。この先に落とし穴がございます。こちらでございます。柵で囲まれたこの中心にでございます。目を引く看板で囲んだ上、立ち入り禁止の文字ですが、人は往々に禁じられたものほど触れてみたくなる。落とし穴は隠すものという常識を逆手に取った高度のトラップでございます。流れる足場に加えて心理トラップを組み合わせた落とし穴、町の治安を守るとはかくも大変なことなのでございます。私、胸を打たれております。この町を愛する見知らぬどなたかの思いをかみしめつつ、これは、このかぐわしい香りは、まさか、はあ、驚いたわ。このグーの秘密、匂いだけでわかるんか。姉ちゃん、伊達におもろい格好しとらんな。まあ、たこ焼き屋はタコ以外焼いたらあかんなんて法律はあらへん。どや、チートこうたってーや。ほっぺた、落っこちてまうで。ほっぺたが落ちるよ。現実には非常事態のような気もいたしますが、ぜひとも体験してみたく存じます。私、実際にほっぺたを落としている方をお見かけしたことがございません。おそらく市政のものにはやすやすと手出しできない価格。あ、よく見ましたら1パック400円。それでは2パックほどお願いいたします。はい、おおきに。また来てや。このプリプリした表皮に覆われた独特の食感は間違いなく、あれ、よもや食材として出会う時が来るとは驚きでございます。人は知った物事を意図して忘れることはできぬ定め、僭越ながらこの世には知らない方が良いことというのもございます、うん。この近辺にはまだまだ飲食の場がある様子。はしごというのをしてもよろしいでしょうか。まずは漫画喫茶と呼ばれる場所にあるドリンクバーなる食材から参りましょう。混合比によって無限の味が生み出せるというドリンクバー、想像しただけで心持ちが高ぶるのを感じます。これでこの辺りの料理は全て食べ尽くしたようでございますね。あの、どうかなさいましたか。思えば7食目あたりからあまりお箸が進んでおられないご様子でしたが、ともあれ本日は文字通りの美味しい体験をありがとうございました。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。
帰ってきたか。君か、おかえり。
帰り。期待に応えよう。
ミス、おかえり。ちょっといいか。今夜急に理事長が見えることになった。帰り次第4階の部屋に集合してくれ。あ、はい、わかりました。じゃあ伝えたぞ。コロちゃん、お手。おお、したした。賢いぞ。おかえり。ちょうどさっきここを通りかかったの。ほら、コロちゃん、ご挨拶できるかな。コロ丸っていうの。いつもは神社の階段のとこにいて、狛犬みたいにじっとしてるんだけど。この犬、相変わらず一人で散歩してんのね。一人で散歩？ああ、その犬はね、長泣き神社の神主さんが可愛がってた犬なのよ。この道は夕方に必ず散歩するお決まりの道でさ。だからここにいたんだ。まあ生前の話だけどね。え、生前？あらやだ、聞きたい？そうね、半年くらい前だったかしらね。神主さんお散歩中に事故で死んじゃってね。それからっていうもの、決まった道を散歩する以外、事故のあった場所から動かないのよね。無理にどこかに連れてくわけにもね。だってこの間もうちの息子がね。あら、いけない、こんな時間息子が帰ってきちゃうわ。お前中堅なんだ、泣かせるじゃないかね。あれ、この子どうしたの？ごめん、気のせいだったみたい。あ、それより今日って確か理事長が来るって。私たちもそろそろ中に入ろう。そうだね、コロちゃん、またね。いや、どうもどうも。調べ物に答えが出そうなんで、いち早く伝えようと思ってね。例の満月に出るシャドウの件、ちょっと面倒なんだが、よく聞いてほしいんだ。実はシャドウは
その性質によって12のカテゴリーに分けられる。このことはだいぶ前から分かってるね。生物学の何かや何目みたいなもんだ。で、これまで出現したシャドウをこれに分類してみると実に興味深い。これまでのシャドウ4体は現れた順にカテゴリーの1から4だと分かったんだよ。見た目は大層特別だったが、連中にもこの分類は当てはまるらしい。それってなんかすごいことなんすか？そうか、つまり大きなシャドウは全部で12体いて、残りがあと8体ってことですね。さすが山岸君、飲み込みが早いんだから。そうなんすか。実際シャドウって何がしたいんすかね？いい質問だね。実は目的がよく分かってないんだよ。連中は獲物を殺さずに精神を食らう。捕食には違いないが、生き物のようにただ繁殖するのが目的なら遠回りすぎる。シャドウは総体としては何を目指す存在なのか、その辺は研究中なんだ。面白いですね。ただシャドウが何であっても残りも全部倒すだけのことです。そうだ、連中の目的が何であれ全て倒すしか今は対処のしようがない。あと8体か、相当だな。それデータでは来るたびに強くなってます。こちらも力をつけないと。なんとかするさ、時間は十分ある。タルタロスか、なんであんなものがあるんだろう。
ミス、おかえり。こちらです、巡査。入り口の扉が半開きなのに気づいたとき、部屋はすでにこの状態でした。ご指示の通り、一切手をつけていません。この部屋の使用者は？高等部2年の伊織純平です。携帯電話に呼びかけているんですが、実は30分ほど前から連絡がつかない状況で。うかつでした。寮は一度襲われたことがあるので、自己責任とも言え、もし彼に何かあれば部長の私の責任です。霧城さん、言いにくいことだが、おそらくこいつは。あれ、霧城先輩って黒沢さん、ちょっと何事っすか。伊織、今までどうしてたんだ。連絡しただろ。え、あ、いや、エアコン壊れて暑かったんで漫画喫茶行ったんすけど、寝こけちまって。とりあえず無事でよかった。となると、残る可能性は物取りか。なぜ空き巣がこの部屋を選んだの。空き巣？見てわかるだろ、部屋がめちゃくちゃに荒らされてる。ボックス入れを荒らすとは許しがたい分析だ。見つかり次第処刑だな。なら、こいつを処刑するんだな。どうだ、より、この部屋は荒らされてるか。いや、なつか、これが私の部屋のありのままの姿というか。な、何？いや、だって暮らせないだろ、これじゃ。それに部屋の扉は開いていたぞ。それはどうせ知らない奴は来ないし、出てる間風通しよくしようかなって。無事解決だな。これ以上仕事に戻っていいか。はい、すみませんでした。見苦しいものをお見せして。すまなかった。私もまだまだ視野が狭いな。せめて叱ってよ。つか、部屋散らかってるだけで警察呼ばれるって何なの、この罰ゲームは。俺なんかした？ありがけ、おみくじが大凶だったもんな。こんばんは。ん？驚きましたか。しかし、ここは本当は誰もが毎晩訪れている世界なのですよ。な、何言ってんだ。あんたたち誰だよ。自分で名乗ってからが筋やろ。これ見てみ、住所、氏名、年齢、職業、もろもろ、お前で間違いないか。な、なんだよこの紙、どっから持ってきたんだよ。お前を恨んどる奴がおんねや。でもって復讐を頼まれとる。あ、復讐？なんだそりゃ。恨んでるって誰だよ。そら言わん約束や。わしら代理人やさかいな。代理人？まさか、ネットで妙な噂になってる。そんな、あんなもんが、マジに。もうよろしいですか？待てよ。俺、何もしてねえよ。つか、何の復讐だよ。何したってんだよ。さて、それは私たちには分かりません。あなたが自覚している悪意と相手が感じている悪意とは無関係。人は皆聞きたいように聞き、信じたいことだけ信じるものです。いやだ、来るな、来るな。素晴らしいですよ、その声。その感情こそが重要なのです。
まだ死んでない。どうでもええて、わしら別に復讐が果たせればそれでええんや。それにどうせなんや他の事件に置き換わって記憶される。予定がないのなら帰りましょう。少し疲れました。お客さん、一名様で。こいつと同じの。ああ、はい、毎度。特製一丁。またそれか。よく飽きもせず同じものを食えるな。うるせえ、飯とプロテインを並べて食う野郎に言われたくねえぜ。はい、特製お待ち。あ、丼熱いから気をつけて。もつ。まだ迷ってるのか。そういう話かよ。今年になって新人が一気に4人加わった。俺たちの活動はお前がいた頃とは様変わりした。興味ねえな。戻ってこい新人。その力無駄にするな。無駄でいいんだ新人。俺はもう力を捨てたんだ。戻る気はない。またそれか。いつまで縛られてる。いい加減忘れろ。過ぎたことだ。過去に縛られてもてめえも同じだろ。何？同類なんだよ。俺もてめえもな。おい新人。君か。おかえり。
帰り。
帰ってきた。君か、おかえり。
呼び出しちゃって。ううん、気にしないで。で、話って何？あのね、風花のスキルを見込んでね、ちょっと頼みたいことあるんだけど。前、学校のこと調べた時に分かったんだけどさ、10年前、結構な数の生徒が一度に理由なく不登校になったことがあってね。しかもそれよく調べると本当に不登校だったのか怪しくてさ。風花知ってた？あまり詳しくは。今更だけど気になんない？シャドウが現れたのって昨日今日の話じゃないって言うし。それってつまり？わかんないけど、どうも引っかかるの。それに言いたくはないけど、キリジョー先輩ってタルタロスの話になるとちょっと様子おかしいし。そうかな。事件のこと詳しく知りたいの。関係ないならないでいいし。うん、そうね、わかった、調べてみるね。おかえり。Thank you.
帰り。何を伝えに来たかわかる？そろそろ慣れてきたのかな。あと1週間で次の満月だね。準備はできてるかい？気をつけてね。また会いに来るよ。